これは3年前、私が中学3年生だった頃の不思議な話です。当時私の通っていた学校は歴史が古く、創立50年の伝統を誇っていました。それだけに校則は多く、女生徒は髪を長くしてはいけないだとか、男子生徒は運動部にて成績を残さなくてはいけないだとか、理不尽なものが大体でした。生徒のために学校があるんじゃなくて、学校のために生徒がある、そんな雰囲気で私は居心地の悪い学校生活を続けていたんです。どこにいても監視するみたいに先生がいて、校則違反をしようものなら呼び出されて1時間ほどの説教と反省文を書かされる。それでも有名高校への進学率が非常に高い学校だったので、親も何も言えず、3年間何一つ変わることなく、そんな日々は続いたのです。そんな時、奇妙な噂が広がりました。体育館の壇上裏のカーテンから誰かがおいでおいでをしている、そんなものでした。校則には学校についての噂は流してはいけないというものもありましたが、先生のいないところでその噂は広がっていきました。時には先生同士もその噂話をしていたそうなのですが、確かめたい気持ちはありましたが、授業以外の時に体育館へ行ってはいけない、それも校則。3年生であと少しで卒業という時に騒ぎは起こしたくありません。友達も皆同じで、1年生や2年生も確かめに行く者はいませんでした。先生が何人か調べに行ったとの噂もありましたが、定かではなく、1ヶ月もすれば噂は最初からなかったかのように消えてしまいました。けれどさらに1ヶ月後、卒業を2ヶ月前に控えたある日、月恒例の朝礼の時にそれは起こってしまったのです。毎月校長が自分が作ってきた感動する話だかなんだかの話を生徒の前でするのですが、最高で2時間にも及ぶそれは生徒たちへの拷問でした。さらに本人が気づいているかいないかは知りませんが、最終的に結論は一緒なのです。居眠りをしようものなら即壇上に連れて行かれて、全校生徒の前で晒し上げです。もちろん貧血で倒れても保健室に連れて行かれることはなく、壇上の上に寝かされるのです。それが校長の命令でした。自分の話をどうしても聞かせたいのです。普段ならば外で行われるそれは、この日に限って大雨に見舞われて体育館で行われました。毎月と同じように校長が壇上へと上がり、つまらない話を読み上げます。自分がいかに成功して校長になったか、その間に蹴り落とした人間の愚かさとは何か、自分に逆らうものがどうなっていったか、自分がいかに優れた人間であるか、利己的にも程がありますけれど、私たちは耐えなくてはいけないのです、この拷問を。その時私はふと壇上裏のカーテンにおかしなものを見つけました。人形です。薄暗いカーテンの裏に人影がちらちらしているのです。しかも人影はゆら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 と不気味な動きをしながら、片手でおいでおいでをしている。私は1ヶ月前に流れた噂を思い出しました。体育館の壇上裏のカーテンから誰かがおいでおいでをしていると。まさかあれがそうなの。私の目にはそれが人間ではないということがはっきりとわかります。肩や腰、腕の曲がり方が普通ではないのです。まるで骨が折れているかのように不気味で恐ろしげで、おいでおいでと誰かを誘っているのです。怖くなって目をそらせると、隣の子と目が合いました。恐怖に満ちた目です。まさかと思って辺りを見ると、皆壇上から目を離して震えているではないですか。先生までみんなにも見えていたのです、あのおいでおいでをする影が。ざわざわと体育館の中にざわめきが広がり、校長の話どころではなくなっていきます。こら、わしの作った校則が守れんのかと校長の怒声が響きます。当たり前です。
ただでさえ聞きたくないのに背後に変なものがいるのです。聞いていられるはずがありません。その時先生の一人が校長の後ろに指を指して後ろとつぶやきました。教えられた通り校長は振り向きそれを見ました。なんだ貴様はうちの生徒か。わしの話を妨害して校則違反もいいところだ。影はまだおいでおいでをしています。貴様こっちへ出てこい。全校生徒の前で見せしめにしてやる。影はまだまだおいでおいでをしています。出てこんかと怒り狂った校長がカーテン裏へと足を進めてそのおいでおいでの手を掴んだ時、絶叫と同時に校長の体がカーテン裏へとものすごい力で引き込まれました。私は見ました。恐怖に彩られた校長の顔と校長が掴んだ手が彼の体を侵食するの。誰も誰一人として生徒は助けには行きませんでした。先生数人が慌てて壇上へと駆け上がりカーテン裏を覗き込みます。同時に先生たちは腰を抜かしたように倒れるとその場で上と吐き始めました。ほんのりと血の香りが私たちへと届き校長が死んだことを悟りました。カーテン裏からおびただしい血が流れ出してきました。隣の子が薄笑いを浮かべて言いました。ざまあみろって。私がその後聞いた話によると校長は心臓をえぐられて即死だったそうです。死体はバラバラに切り刻まれて両手はもぎ取られて行方不明。警察は犯人を今も探しているようですが犯人は人間ではないのですから無理でしょうね。あとあれから新しい校長が来て学校の校則は緩やかになったそうですが卒業してしまった私には関係のないことです。中には校則を作っていた校長に恨みを持った例の仕業だなんていう人もいますが緩やかになった今でも時々おいでおいでをする影は現れるそうです。あの影はそんな簡単な存在ではないということなのでしょうか。そういえば去年別の小学校でも小学1年生の男の子が同じようにカーテン裏で